了解。じゃあサブクエを受けるときはそうするのね。でもそもそもなんかここじゃないみたいなんだよね、私が行かないといけないの。え、このゲーム無料じゃないんじゃないかな、さすがに。開ける、ここに行く、行けって出てるね。これはね、Xbox 版。うん、これ無料だったらすごいけどね。仕事を探している。でも結構安い値段で売ってますよね。330円だよ。てかまず石碑行ってこい、わらわら。無料だったら驚きだわ。アルボア石碑、石碑に行くべき。その向かいのこいつに話せって出てるか、話してないのかな。リバウントに着陣とは珍しいな。使っていい物資はあるか聞いてみよう。いろいろ、もちろん必要なもの、必要なものを使ってくれ。え、あ、でもこれはあれなんだ、贈り物。カジノチュートリアルやろうぜ、全部持っていこう。これ贈り物って何。え、これ私くれんの、マジか。優しい、もらえる、優しい。そうそう、絶対必要なものだけ持っていこう。全部取ろう。全部はね、多分持ってったら多分私重くなっちゃうのよ、走れなくなる。そうそうそう、だからお前には皆のためにできることがある。お前には皆のためにできることがある。市長に知らせなくては。リバウトは手も足も出ない。なるほど。ホワイトランのバルグルーフ市長に全部持って、できるだけ多くの兵士を派遣してもらうよう伝言しなきゃならない。ケンステロや頼めるこいつ。もしやってくれるならどうした。お前なんかロシアのあのダンスみたいな動きしてるけど大丈夫か。わらわらちょっとちょっとスクワット中ちょっと動き、わらわらスクワット膝に来てる。ちょっとあのロシアのなんかあのダンスみたいになってるよこれ。大丈夫かな。膝に仰けてしまってな。そういえばフリーダムを使ったよ。スクワットトーク、わらわら。コサックダンスっぽいね。うん、そうそうそう。コサック、コサック。フリーダムウォーズ買った。あ、そうなんだ。結構難しいみたいよ。長くてね。鍛錬してるな。頑張ってください。私も知り合いの方でやってる方いらっしゃいました。うん。切らんよ。戦争。あの忌々しいサルモールがやる気もあって、単にタロスを信仰しているってだけで人々を逮捕することが認められているんじゃ、みんながカチンと来るのも無理はない。意外と戦争が起きた理由はこちら側にもあると思ってんだ。スカイリムをバラバラにして、ひいては帝国を破滅に追いやるほどのことか。なるほど、そこまでの価値はない。最終的にはウルフリックが多くの責任を取るべきだろう。ノルドはいつも帝国を支持してきたし、帝国もいつもスカイリムと関係が悪くなかった。みんななんでそんなこと言うのよ。まあいいや、とりあえず。さて、俺はそろそろ仕事に戻るよ。二人ともくつろいでくれ。いろいろアイテムあるな。ああ、そうなんだ。かわいそうな人なんですよ。はい。変わってませんよ。2117番サイレンしません。変わってないよ。あ、え、ここで眠れるじゃん。のはいいもんだ。だろ。マジか。これ取っていいのか。なあ、俺はしばらくここで休むことにする。取っちゃったよ。ここはいいんだ、ね。多分。内容なんてないよ。お、なんだこれ。ひどい、わらわら。紳士のホワイトランガイド。いや、これは多分いいやつだと思う。多分。ここから。あれ、これ取れんの、取れないの。左にホワイトランに赤いアイテムはダメだよ。そこからそのチェンジまで。ファルシのルシが国運でパージみたいな感じ。これは取っていいっぽい。外出たらセットになるよ。いや、だからこのゲームね、そのなんて言うんだろう、赤い字でなければならない。盗むコマンドなければ OK。 昔はお前らのように働いていたのだが、膝に仰けてしまってな、うん、特にミサイルとか狙い撃ちがちょっと難しいよ。フリーダムウォーズしばらくはここはじとでもいい。フリーダムウォーズね、そうみたいね。ここをアジトにしよう。ここを我が輩のアジトとする。まあ確かに。確かに、ね。それはそうだけど。あ、この剣は盗みになった。簡単に言うと、もともと私は捕まってたんですよ。多分、勘違いでね、捕まってたんですよね、私は。で、捕まってたんだけど、そっからドラゴンがね、急に襲撃が来て、黒い羽って言われてるドラゴンなんですけど、
そいつが来たおかげで助かったんですけど、自分の宝箱ないうちは装備品は必要最低限にしよう思いから、分かった、了解。じゃあどっかに入れておくべきなんだね、カゴかなんかに。もともと入れておけばいいんだ。でも入れれるのかな。本当にドラゴンを見たの。見たよ、あれ女の子の声がする。わかりやすいけど情報収集は自分でやらんといかんのよ。360班、そのうち自分の家が持てるよ。そうそう、360番。パパはその通り、私がよそ者と仲良くしすぎるって言うけど、自分の家、あなたは大丈夫そう。あ、おー、いたいた、人いた、ここにいた。通るって可愛いらしい子だな。結婚もできるよ。お父さんはアルボアっていう鍛冶屋なの。へー、そうなんだ。私はアシスタントをしているのよ。つまり見習いね。へー、そうなんだ、鍛冶屋さんなんだ。努力全部は一点のこれ、初めのうちは役もこれはね、なんか完全版とかやったんで、自分の剣を作るんだから。完全版で、わらわら、一応新品を買ったんですけど、パパがそんなに高くなかった。まだ武器は早いっていうの。だから、蹄鉄や両首をたくさん作るんだ。じゃあ気をつけるわ。うん、確かね、7000円ぐらいでしたかね。ママは、私は女の子らしくないと思ってるんだ。アイロン？鹿の皮。アイロン。子供はやれないんだっけ？でもそんなのは、ただのバカのおしゃべりよ。そうなんだ、一応そういうのはあるんだ。70デッドシート。また重くなっちゃった。じゃあどっかで。パソコン版だと多機状態の盗みを制御できるモッドあるね。子供は無理。スペアムなら完全版も安いよね。皮は舐めして使ってください。まあ全然いいっすよ。そんなね。皮は舐め側にして使うの。どうぞ。そうそう。今回はドラゴンに助けられたの。雑貨屋。雑貨屋って売ろう。じゃあいろいろアイテムを。ちょうどまあゆっくりだけどね、まあしょうがない、諦めよう。はい、違うよ、エビセンさんいらっしゃいませ。そうか、そういえばお話してないね、お土産話。リバーウッドトレーダーで売ろう。リバーウッドトレーダー、確かこっちだよね。それさっきからなんか同じこと言ってる人いるけど、なんかネタなのかな。こっち、ここだよね、確かリバーウッドトレーダー。このゲーム最終的に7つのボールを集めてドラゴンを味方にして、スカイリムを統一王になるゲームだよ。こんばんは、アルブワさんの時と皮を。こんばんは、とくでジャンジャンポッケさんにします。わらわら、衛兵が言うよ。あれ違うな、ここじゃないな。膝受け先輩が湧いとる。どこだった有名な膝にあの下り。どこだっけ、知らんのけ。知らんのよ、私だからスカイリムシリーズ初めてね。それ言ったでしょ、スカイリム初めてなんです。だからみんなと一緒でドキドキしながらやってるんですよ。誰かにスイートロールを盗まれたかな。スイートロールって何よ。わからん、全然わからん。これが7000円って高くないか。蜂蜜だけのステマ。あ、そうなのかな。まあ新品なんでいいんじゃないかな。誰かがどうにかしないと。誰かがどうにかしないと。ダメだと言ったろ。冒険も芝居も盗賊を追いかけるのもダメだ。何を耳に入れたか知らないが、どんなもの。リバーウッドトレーダーはまだ回転している。遠慮なく買い物してくれ。どれどれ、これか。サーシング、雑貨、私そんな感じの売りたいのよ。オッケー、来た来た。で売ればいいのね。あ、そういうことね、了解了解。だから蜂蜜酒を買ってしまった。あ、いいね、蜂蜜酒。でも相当高カロリーらしいからね、飲みすぎたら糖尿病になっちゃう。だからダメダメ、そういうことはまだしない。まだっていうか今まあしない。うん、あんまりそういうことしたらね、楽しめなくなっちゃうから。で糖尿、これも売っていいのかな。これ売っていいのかな、アメジスト売っていいのかな、わからんな。売っていいよ。オッケー、いいよ、これも売ろう。オッケー。ここら辺はなんか材料になるとか言ってたな、確か。で武器、使わん武器は売ろう。でこれ使わん、使わん、これも使わん。あ、鋼鉄売っちゃった。あ、しまった、鋼鉄売っちゃった。まあいっか、まあいいよ、まあどうせすぐ手に入るだろう。で鋼鉄は売らん方がいいはずだ。いらないね。まあいいか、どんどん売ろう。オッケーオッケー。最初は持ち物最小限でいいよ。
買い直せるよ。上等。不思議なダンジョンシリーズを作った後に泥棒を、宝石は指輪にできるよ。あ、そうなんだ。宝石指輪にもできるんだ。じゃあ指輪にして売った方が高く売れるんだな。多分そういうことだと思うな。革の盾はいらん。これはちょっとすごそうだから売らんとこで20。まあ盾もまあ一応持っとくか。でちょっと待て、お前これに多分これ安いな。ちょっと待て、お前を知っているぞ。いや知らんけど、これはなんだ、20。嫁という名の移動倉庫まだ難しいな。どうすりゃいいんだ。逆にぶち壊す場合は軽いからあんま売らなくていい。これでいいのか。いくらでも手に入るから気にせずバンバン売っておけ。2198は衛兵セリフネタです。難しいな。ちょっと分かるまでちょっと待って。衛兵のセリフネタ、ネタがまだ分からんのよね。ネタが分かるようになったらいいけどな。まだもう少し時間かかりそうね。材料は売らん方がいいって言ってたな。ここら辺は売っていいのか。和骨です監督。このカンテラってやつは持ってた方がいいな。あんまり米も荒ぶったらあかんな。わら。そうね、ちょっとネタが分かんないからね、ごめんなさいね。そこら辺はね、食べ物も調理できるんだ。まあここら辺売っていこう。これはなんか珍しそうだし、売らんどこ。アイロンいらねえ、わら。いろいろ持ってるな、あ、そうなんわら。いや、いろいろ持ってますよ。インゴット、アイロン、わら。材料と原装備以外は大体売っていい。でもなんか調理とかなんかできんじゃないの、わからんのよね。釜はいらん。インゴット。ここら辺はちょっと残しとこうか。ここはいらん？なんか使えそうな気もするんだけどな。インゴットはいる。違う。じゃあこんな感じいいか。で、鋼鉄のインゴットスンスン。カンテラ、紙いらん。オッケー、了解。カンテラと紙はいらん。で、紙がいらん。これジョッキ、ジュー。ほんとだ。食器、家具系はいらんよ。なんで、なんで食器？調理するとこでしかできない。食器なんだ。食器、宴会用、わらわら、わらわら。調理器具なくても調理できるから。食器用。がコミュニティを登録しました。ということで、コミュニティさんありがとうございます。これからもよろしくお願いします。よし、これでいいか。食べ物、食器と家具系はいらん。よし、OK。じゃあこんな感じで OK ね。インゴット、結構買えばいいと思う。コップは清潔なものを使いたいからな。今日はこの助手にしようかな。本買ってみよう。なんだ、オークフレッシュ、これ呪文か。千里眼はさっき覚えたよね、確かね。何これ。ロックピックあるだけ買おう。弱い死者を蘇らせて嫁が覚えられる自分のため60秒間。すごいなこれ。へぇ。レベル6までの生物や人が30秒間近くのものを見境なく攻撃する。恐ろしい。バーサク状態にするってことか。魔力の盾。このゲーム魔法も奥が深いよ。魔法が面白そうだな。結構魔法が面白そうだね、これね。あんまり脳筋プレイするのは面白くないかもしれない、このゲームね。わからんけどね。今のところそんな感じがした。魔法大学あるし。で、魔法大学がある。そんなとこあんの。物によっては初めは魔力足りないかもよ。ホグワーツ大学だと、じいさんと魔法は親和性高そう。魔法一回試してみたら、ね、黒夏。そうね。あ、黒夏さんだったんですね。これはありがとうございます。監督がキャラをどう育てたいかによる。なるほど。いや、監督はこうどちらかというと、こいつやべえなみたいな、そんな感じにしたいね。まあ、いろいろとね。ちょっと待てよ。イメージは魔法剣士。イメージは魔法剣士でいきたいな。で、まず何すりゃいいんだ、監督は。このじいさんやべえぞ。魔法買ってみるか。わら、これ以上ふわっとした回答があろうか。小学生かよ、わらわら。それなら村人切って言ったら、こいつやべえな、程度は。黒魔法。わら、魔法。黒魔法。こいつやばいな、精神的に。
しよし。だったら片手剣だろ。片手剣か。結構か買い物したよ。やばすぎて近寄りたくないな。ちょっと待って。どれ買えばいいかわかんねえな。まあ覚えるだけ覚えるか。こいつやばいな。ニコ生的に。どれぐらいあればいいのかわかんないな。オークフレッシュがいい。よし。よし。あと1個買おうと思うんだけど、どれがいい？この2つ。氷雪ってのと魔力の音で。どっちが買おうかなと思うんですけど。千里眼。どっちがいいかな。千里眼持ってんじゃない？うん、それはなんとなくわかる。色で違うっぽいね。いや、千里眼覚えてるんじゃないこれ。さっき千里眼覚えた気がした。あ、そうなんだ。了解。じゃあ、まあこれでいっか。店の掃除に戻らないと。めちゃ。千里眼読んだよ、ね。覚えてる。で、これ。おお。鍵あるよ。ああ。魔法っぽい防具は？ん？何何？魔法っぽい防具。いや何があった聞いた方がいいの？リバーウッドトレーダー。まあ、確かに多少の窃盗があった。窃盗があった。だが売るものはまだたくさんある。盗賊は一つのものだけを狙ってた。盗賊は一つのものだけを狙ってた。装飾品だ。純金。そうだ。ドラゴンの爪の形をしている。何？純金。ドラゴンの爪。これ手伝わされるの？ちょっと監督まだそんなに盗賊め、まだそんなに盛り上がりたくない。うん、もう少しゆったりプレイしたい。ちょうどね、みんなはちょっと早くどっか行け、早くどっか行けってなっちゃうけど。ちょっとまあとりあえずここら辺走り回っていろいろ楽しみたい、うん、はい。ということでフリースタイルしません。オンは売っといた方がいい。チキンポテト。まあそうなんですけど、それわかるよ監督も。どっちにしても行くことになるけどね。どの道そこには行かないといけないから受けといて問題ないぞ。シャウトのが魔法より全然使えるけどな。鍛冶屋でチュートリアル。シャウト。シャウトってなんだ。まあいいや。鍛冶屋でチュートリアル押しとけ。いやこれね、Xbox 360番。ちょっと待って。ちょっと飲み物飲む。ということで飽きさえらしません。やる必要はないよ。自由すぎるゲームって逆に苦手。お間違いないね。そうね、確かに。シャウトは叫びなんだ。了解。セーブってどうやるのこれ。で、違うの。仲間もゲットしとこう。なんか結構ね、オートセーブされるらしいんだよね。これ最初のとこだ。これ新規が増えすぎてる気がするんだよな。これでいく。建物の出入りでオートセーブ。オッケー。ねえ、オートセーブだからね。別にそんなセーブしなくて大丈夫だと思う。あ、そうそうそう。あのね、新規増えるとやたら重くなるからこまめに整頓してね。そっか、わら。了解。オートさせない設定もあります。オートセーブに頼って取り返しのつかないことに。タバコ。まあちょっとゆっくりしましょうよ。いいじゃんこれね。結構水の表現もまあまあいいね。そこまで悪くない。了解。石碑ね、石碑ってとこ行かないといけないよね。うん、そうそう監督ね、あの夏ねちょっと休ませてもらったんですけど1週間ね。その間に、まあ自由度高いからね。監督ってさ、おじさんキャラ好きよね。海にね、行って行きました。おじさんキャラ好きですよ。うん、こう、おじさんっていうか、おじいさんキャラとしては海に行ってきましたよ、うん、で、団地、道戻りは設置あるよ。ナンパか。あ、わかりました。じゃあ戻ろうか。海とな。で、あの海、いやだから、あの嫁がいるんでね、私はナンパはしませんけどね。うん、そうそう、海に行ってきたんですけど。設置は行った方が得というだけ必須ではないよ。ジャンクマン満席だから聞いたよ。最初でできたとこに設置あるで。釣りでもした？釣り？釣りができるの？どうやって釣りすんの？釣り竿なんて持ってないけどな。
買うのかな。じゃ石碑に行くのと釣りをする。釣りだろ、わらわら。そう、私は海に行ったんだけど。監督、土産話、うん、今始まったとこ。リアルの監督の嫁の放送希望サインしますね。監督とカープとゲロ温泉期待さんいらっしゃいませ。和監督、土産話今始まったとこ。巻き割りで小遣いを稼げるよ。あ、そうそう、土産話は今始まったとこ。あ、リアルの話か。いや、休暇の話だ。釣り、ゲームとリアルの話が錯綜してる。釣りできないよ、わらわら。なん釣りできるのかと思った。仲間増えるの。ありがとう。うん、ありがとう、ありがとう。よくわからなかったね。で、海行って、まあ前と同様にですね、前もね、あのラストオブアースやってた頃に話した話があったんですけど、泳ぎをね、はい、ということで遅めの夕食いただきます。和コスフリーサイネシモさん、あの泳ぎをね教えてたんですよ。結局ね、あのメイコとかとかと一緒に行くことになって、で、まあ国内だったんですけどね、まあどこかちょっと言わないですけど、で、メイコにまた泳ぎをね、教えたんですよ。こういう感じで、はい、バシバシバシって、そうそうそう、そうやって、海はね、ちょっと流れがあるから怖いかもしれんけど、これ結構、あれ、なんかおるよ。あれ何、鹿じゃね。ちょっと鹿がおる。ちょっとあれをやろう。この川流れ速いな。ガウシカか？カロウ？獣神様。鹿でした。太平洋？日本海？やばい。めっちゃ速い。カロウ？獅子神？クソ速い。クソ速いあいつ。ちょっと逃げられちゃった。獅子神様。まあしょうがない。ちょっとあれをでも狩りに行きたいな。ちょっと行ってみよう。で、まあ泳ぎをしてたんですよ。で、結構ね、その本格的に教えたんですよね。あの海で。で、魔法掃除しないの？オッケー。サビちゃうやろ。夏高順みてえな構えだな。魔法か。あ。魔法も後で装備しようか。で。本格的に教えたんですよね。こう、めいっ子もね、もう6歳、うん、7歳になってきたんで。クロール、バタフライ、あれ、ま、あれ誰あれ、ヤンマーと戦いたい。本格的、やべ、バタフライ、やばそうじゃないこれ、やばい、なにこれ、誰お前、痛い痛い痛い、やばい、やばいよ、マジで、マジか、ちょ待て、魔法を使ってきた、ちょ待て、まずいまずいまずい、やばい、やばい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 やつやばいやつ、ちょっと待って、やばい死ぬ、やばい、ちょっと待って、やばい、涼しそうとかじゃない、死ぬ死ぬ、危ない、危ない、危な、死にかけた、やばい、シカがやられた、わら、危ねえ、わら、序盤魔法使い強いよな、調べよ、お、いい判定されちゃったか、危ねえ、俺の部屋にこの魔法欲しい、ソーサラー、やるね、ソーサラーってんの、これ自然回復、危ねえ、死ぬとこだった、わらわら、ネクロマンサーってやつか、鹿、あ、鹿殺されてる、回復魔法ない、そういう時は食べ物食べよう、ホックス、なるほどね、発動率高すぎ、わら、いいね、いいぞいいぞ、で、ちょっと待てよ、アイテム難しいな、術者が狙った場所60秒間使い魔が、オッケー、じゃあ魔法装備できるのね、魔法装備しよう、で、ね、そうね、確かに、今のあ、そういうことなんだ、で、監督は船を泳いでたの、召喚しようぜ、治癒魔法は今のうちにお気に入りしとこう、回復魔法ないときつい、了解、治癒魔法これか、で、これお気に入りで、あといいね、うん、BGM がちょっと寂しいかな、あー、そうか、あ、もうちょっと大きくした方がいいってこと、了解、ちょっと待ってね、
バトルクライ。便利便利よ。これも装備職じゃん。で、レベル6までの生物は人が30分が近くの見境な攻撃する。これいいな。これ後で使えそうだな。まあ装備さしとこうか、結構。後々使うでしょ、これ。バーサク状態になるんだね、これ。まあ、ちょっと体力を回復するために我慢するか。BGM 迫力あるからいいよ。これでスカイリムは自然音を感じるんだ。あ、了解。あれ、これなんだ。これはあれか、流れ玉か。なるほどね。スカイリムは戦闘の時は音がでかくなるんだ。残せばいいさ。回復魔法使ってスキル上げた方がいい。あ、そうなんだ、了解。じゃあ使ってみようか。これか。これでいいの？これでいいのかな？で、難しいね。意外と難しいね。了解、わかった。魔法は両手に持てる。そうなんだ、了解。で、片手の剣の方がいいって言ってたな。そっか、今両手持ちの剣なんだ。片手の剣使えるようになっとった方がいいのか。まあまずはこれでいっか。まずはね、うん、よしよし。で、次にしないといけないのは石碑に行かないといけないって言ったから、石碑はどうやって行くんだ。石碑はどうやって行きゃいいんだ。石碑、両手剣と魔法は使い勝手悪いからね。そうなんだ、了解。じゃあ片手剣を今度探しとこうか。いいやつ。マップ見てみ。マップを見た方がいい、了解。なんだこれ、広っ。で、拡大。石碑のマーク。いや、来た道ってだってあれじゃん。ちょっと全然見えんぞこれ。どうする。ワールドマップ、これか。ワールドマップ見て。で、石碑、ホワイトラン。どこへ行けんだ。ないよ、マップに。発見してねえ。どこに向かえばいいの。じゃあそれだけ教えて。アイコンの下の、どの道を行けばいいの。アイコンの下、アイコンの下、これか。ヘルゲン、ホワイトラン、これか。ここに行けばいいの。わからん。川を渡って道沿いに、鉱山の近く。川を渡って鉱山の近く。あれが道を行けばいいさ。ビーの木、鉱山、これの近くか。ヘルゲンの方に。あれ、ヘルゲンに向かう途中、元の画面に戻ってマーク出るから、リバウンドから鉱山出口の中間。じゃあこれでいいのね。行くぞ。じゃあ難しいな。違う、わら。多分こっちで合ってると思うんだけど。あれ違うの。ということで、我が道を行けばいいさ。倍の木ということで、2419番サイレンしてます。青いマーク、道沿いに、そっちちゃう。2417番サイレンしてます。すいませんでした。青いマークの方ね。みんな詳しいな、やっぱし。川を渡ってみてから。はい、わかりました。 OK、 川を渡るのね。その正面をマークが。本当か。これ教えてもらわないと何していいのかさっぱりわからんな。わら、道沿いな。そうそうそう、最初はね、道沿いね、これね。関係さんいらっしゃいません。2440番さんいらっしゃいません。ワコスカイリムいいですね、ということで。声の方が怖いよ。声にビビった。ごめんごめん。ごめんごめん。
ごめんごめん、めんごめん。びっくりした。いや、これびっくりすんな。青と犬の尻の黒いのが石碑のマーク。赤アイコン見えたから了解。うちの犬がビクンってなったわ、わらわら。ごめん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 、ワンちゃんごめん。ちょ、私もこれ初めての世界だからちょっとびっくりしますよ、これ。こっちか。これが石碑マークって言ったな。こっちか。はぁ、びっくりした。本当に怖かった。で、まあ、そのさっきの話の続きですけど、海で本格的に教えてたんですよね。その結構もう大きくなったんで。あ、これ石かな。あ、いいね。それ。これか。行ってみよう。何これ。魔術師の石碑、盗賊の石碑、戦士の石碑。いや、戦士だよね。基本は戦士だ。選べ。戦士の座の下に生まれたものは全ての戦闘スキルを 20% 早く習得できる。一度に一つの星座の恩恵しか受けられない。常時選べ。これでいいよ。これでいいのね。オッケー。途中で変えられるからね。すげえなこれ。あ、これで祝福受けたの。ありがとう。よし、これで OK ね、みんな。 OK、 仕事終了。監督、あとは自由に。わらわら。 OK、 了解了解。サテライトキャノンだな。 OK。 サテライトキャノンっぽかったね。うん、で、本格的になんだ。いや、すごいな。世界中にいろんな、で、本格的にそのいろんな泳ぎを教えてたんですよ。まあでもやっぱクロールはまず教えないといけないと思ったんで、クロールを教えようと思って頑張って教えてたんですね。あ、鮭が飛んでる。うわ、すごいすごい。へえ、すごいね。やっぱこういうのもリアルなんだね。で、結構ガチで、そのドラゴンボーンじゃないですよ。繊細にしません。鮭取れるの。取れるよこれ。帰ってきてますよ。ありがとうございます。鮭取れるこれ。これ取れんけど。あ、なんか取れそうだった今。あ、なんかおる。取れ取れ。鮭の切り身を追加。あ、これでいいの。はい、監督はこっちですってことで捜査にしません。なるほどね、浮いとるやつを取るんだね。了解了解。で、了解了解。ホタルみたいに撮るんだね。はい、ありがとうございます。ただいま帰ってきました。2494番サイレンしますね。そういうことね。虫も全部取れる。経験値がちょっと早めに取れるんだ。虫も全部取れる。マジか。じゃあちょっといろいろ試したいね。僕の夏休みだよね。いや、鮭は出てこないけどね。泳ぎを教えてたんですよ。で、結構本格的に、まずね、私がメインこのね手を取ってバタ足の練習とかをさせたんですよね。で、結構本当に泳げるようになったんですよ。で、うまいうまいみたいなこと言ってたら、知らん間に、まあ、あのめいっ子2人と、あと、いとこの子供、いとこの子供ってなんて言うんだろう、わかんないけど、その 3,4 人押してたんですよ。で、そしたら知らん間に、まあ知らん間に私が教えてる間に、なんか10人ぐらいの子供たちがハトコっていうのかな、うん、その10人ぐらいの子供たちが私の周りに集まって、あの泳ぎをなぜか私はスイミングスクールをね、海でおし、開くことになってしまって大変。まあいいんすけど、全然。いや、だから多分私が本当になんか教えてるんだと思って、そのリアルに多分プロで教えてる人なんだと思ったらしくて、すごい並ばれてですね、私は結局その知らん子供にも泳ぎを教えることになりました。いや、ほんとっすよ。マジっすよ。そうなんですよ、びっくりしました。で、そうね、確かにね。で、その教えてたら、その子供のお母さんが来て、で、なんかその私をガチに
ガチでその教えてる人だと思ったらしくて、爽やかな声じゃなかったらお縄にかかってたかもな、お列車取りましょう、わら。いや、そうで、あの、ありがとうございます教えてくださってみたいなこと言われて、で、いや、いいんですよみたいな、うん、で、変質者扱いされた、実際私は教えてる人じゃなかったんですけど、教えてる人の体で喋ったんですよ、ガチで。で、いや、自由に移動してます、ちょっといろいろ探索しようかなと思って、うん、で、詐欺師だな、まあ、そういう話をしたら、まあ、詐欺師じゃないですよ、ぶん投げてない。うん、一応乗っかって一応喋ってたんですけど、そしたら、あ、いや違いますよ、ちょっと待って、あ、あかんか。で、そしたらうちの嫁が来て、何してるのあなたみたいな、何キーマックコラクター、笑本当にちょっと取り返しのつかないことになりかけました、ちょっと焦りました、わらわら、はい、修羅場、ちょっと危なかったです、わらわら、ちょっとだけ焦りました、浮気現場か、わら、いや、わらわら、あの監督嫁、うん、みたいな、わらわら、そうそうそう、やぶあい展開、取り返しのつかない、そう、危なかった、わら、治安発生、そうそうそう、わらわら、勘違いされるところでした、そういうことがありました。監督嫁さんを大事にすんすん、いや、大事にしてるよ、鼻の下伸ばしたんですか、奥さんと治安で、みんな泳げるようになったの、奥様が現実に帰った、そうそう、結構泳げるようになってましたよ、うん、っていうか中にはね、もう全然姪っ子よりも大きい子もいましたし、それでも泳げない人ってやっぱいるんですよね、ああいう風な海に、特に海とかね、慣れてないとね、まあ浮きやすいんでね、そこからまず教えたんですけど、周りに子供わらわらしてたんなら平気でしゅ、わら、いや、まあそうなんですけど、でもなんかさ、嫌じゃない、早く子供を作ろうとはならなかったの、一応さ、まあ上に T シャツみたいなの着てるとはいえさ、水着のね、まあ私よりもね、年下のね、女性の人と喋ってるとこ見られたら、いや、見てたのかな、わかんないけど、あの人何してんだろうと思ってたのか、わかんないけど、これなんだろう、なんか変わった形の石だな、四角形、立ってないよ、見てたかもしれない、小さかったの、ボディービルダーとか泳げないんだよね、あんまりそういうの見てたみたいなことに言ったらまずいからな、怒られちゃうからな、ボディビルダーとか泳げない、あーらしいね、筋肉だからね、結構重たいらしいね、他人の修羅場は水だ、そうね、確かにね、周りの人たちはそう思ったかな、見てたのか、わら、多分見たと思いますけどね、監督にはグツグツと盗聴器が埋め込まれていますので大丈夫です、はい、そうなんですか、いやっすけどね、あ、なんかあるな、建物がある、行ってみよう、しゃぶらせた、そういうことはさせてません、まあさせてません、うん、てかそういう展開じゃないです、ヘルゲンじゃないの、だからまあ、うん、というか、ここがヘルゲンか、ダブルマージ流だが、わらわら、遺跡の一部かな、この世界遺跡が5万とあるから、うん、わらわら、ヘルゲンだね、記者会見みたいに質問が来る、わら、監督は嫁に任されてたんだな、なぜ戻ってきたし、きっとハッキングされてますよ、なんで、胸筋がすごくて気をつけができない体育の先生がいたな、戻ってきたね、あ、いますね、そういう人ね、まだ燃えてるな、監督こんばんは、コツ、今日はいつまで、今日はね、一応予定ではあと20分ぐらいなんだけど、もしかしたら延長するかもしれない、面白いこのゲーム、ここ最初のとこか、あ、ここはあれか、ドラゴンのところか、これは悲しいな、一緒に囚われたやつら全員死んじゃったのか、あ、なんか24時間耐久ゲー、いや、24時間耐久はしないけど、結構延長するかもしれない、結構ハマってます、わざわざ、うん、今ちょっといろいろ探したんですけど、迂闊だぞということで2584マサイルしません、よしよし、まあ私は自由になったんだね、少し時間が英雄になって、が消えてるんだよね、ここ、うん、あ、そうなんだ、じゃあ結構レアなんだね、っていうか、あの、マジで関係ない、あかんな、話さんどこ、やめます、やめます、すいません、すいませんでした。
今私が言おうと思ったことは言わない方がいい気がしたのでやめます。明日はね仕事だけどね、そんなにあの朝は早くないからゆっくりできるんで、話した方がいい。まあちょっとね、言ってよ、言いなさい、早え、わらわら。わかった、じゃあちょっと待って、ちょっと待ってよ、あれしよう、ちょっとお絵描きします、すいません、ちょっとお絵描きしますね。で、いやちょっとね、そのちょっとね、監督久々にそのプールっていうか、プールっていうか海に行って、それは簡単だけど、まあ、それも全然教えるけど、ちょっと待って、ちょっとまあまあ、ちょっとこれだけ言わして、あの最近、まあ久々に海行ったんですよ、久々に海行ったんですけど、その監督、奥さんは疑ってるかもよ、はい、北監督の爆笑話やで爆笑話かどうかしらんけど、最近知ったんですけど、ちょっと待ってね、このね、なんかそのちょっと海で見たんですけど、こうまずなんていうの、ラッシュガードっていうのかな、ラッシュガードっていうの、あいのエロいの、こういういやちょっとまあ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 、皆さんちょっと話聞いてみて、これあいのなんていうの、ラッシュガードっていうのかな、おや、あかん、もうこれ番や、テトラポッド、ラッシュガードやね日焼け防止のやつ、ラッシュガードっていうのかな、そうそう、日焼け防止っていうか、あんまりなんていうの、肌身を出さんようにするためのやつ、天狗だけ言うなれば、で天狗だけじゃないよ、でこういう感じなのよ、で乳首透けてたの、ラッシュガードだね、いや違う、ラッシュガードそれ乳首つけんようにするためのもんじゃないの、ね、でそうそうそう、でね、ちょっと聞いてよ、まあ普通にさ、まあもちろんそのまあ水着もいいんだけど、水着も水着もいいんだけど、いやそうなのよ、ちょっとそのラッシュガードがちょっとエロすぎてまずやばかったっていう話をねちょっと今してますあのあんまりこういう話したら、うん、変態だと思われるかもしれないんだけど、こうなんのよ、ちょっと待って、そうそう、そうなんですよ、もっこりしちゃったの、知ってた、いやもっこりはしないけど、奥さん、わかる、わかる人もいるよ、その下に見えるおへそがエロい、股間がラッシュだったのか、嫁に着せたら、いや違う、いや嫁に着させはせんけど、いや、わかる、そのね、まああんまりこれ言うと変態扱いされちゃうんですけど、そのこのラインがやばいわけよ、このラインがわかるわかるかな、君たち、おかしいですよ、伝わった、これはわかる、腰に寝てて勝てるんですね、わらわら、いや違う違う、その上の部分があれとこじゃなくて、わかるけど、こっちはあんまポイントじゃないの、こっちなのよ、わらわら、これがあかんのよ、ここがわらわら、わかる、わらわら、なるほど、パンに丸出しみたいに見えるね、そうそう、わかるわ、すんげー伝わる、わかる、わらわら、俺は上がいい、ちょっとね、あれは卑怯だわ、うん、ということで2676万3000いらっしゃいませエロい、わら、そうそう、そうなのよ、ここがエロいの、俺は脇がいい、足がいい、尻を後ろから眺めたのかいやいや、そういうわけじゃない。まあ、私が言いたがことはこれです。すいません。丸出しよりはるかに。やべ。そうそうそう。そういうこと。私が言いたかったんそれ。監督のテインテインか。わらわら。はい。いや、嫁はね、へそ出させてます。はい。ということで、監督のティンティンがということで、2688万歳にしません。保存しなさいよ。わらわら。保存しません。行きましょう。はい。行きます。なんだって、わらわら、つま持ちか
ですよね。はい、すいませんでした。はい。行きます。あれ何個おるで。あれキツネじゃね。あ、かわいいなキツネ。すごいな。いやでも実際若監督が連休中にちょっと出してもたと聞いて。はい、ということで2700万歳でしたもんせ。ありがとうございます。スタミナ使ってさらにちょっとね連休から帰ってきましたけど。あ、そうなんだ、ダッシュってのもできるんだ。嫁はスクール水着だって。なんでスクール水着で行くわけないでしょ、恥ずかしい。184。いやでも皆さんも、はい、いやをついてた。イラクマさんだったんですね。いらっしゃいませ。まあ、皆さんもね、海に行ったらね、チェックしてみてください。監督とね、同じような感想を持った人は報告をお願いいたします。このフックスがあるから怖い。わこつん。そうね、キタキツネね。まあ一応なんて言うんだろう、最近はもうキツネね、なんて言うんだろうな、一応もともとはキタキツネって北海道にしかいないんですけど、青函トンネルのせいで。監督の嫁は腹筋がある方。監督の嫁、腹筋ある方だね。うん、結構一緒に腹筋とかしますよ。うん、まあでもそのガチガチの腹筋じゃないね。いいね、監督。それはさすがに嫌だ。旅行はどうでしたか。はい、え、監督は旅行はどうでしたか。今ねその話したところですよ。 T シャツでも同じこと思うよ。あ、そうなんだ。でもね T シャツだともう水着が見えちゃうんであんまりなんですよ。ラッシュガードだからこそなんですよ。あ、そうなんだ。バイト先はプール、監視員か。監視員の人って結構モテるって聞くけどな、どうなんだ、本当にモテんのかな。おーし、これさっきの村だよね。おーす、久しぶりだぜ。ということで再発さえらしません。いいね、腹筋ある女性かっこいいと思う派です。あ、そうなんですね。再発されしますね。お久しぶりです。あ、男からモテるそれは嬉しくないな。どうなんだ。よし、じゃあちょっと次行く場所決めて、でちょっとそちら向かってって延長しよう。でも放送止まっちゃうかもしれない。女の子専用の監視員がいいな。女で腹を割れてるのは遺伝的な才能なんだってね。あ、そうなんですね。延長しました。運動してたんだね。鍛えてる女好きです。うほ、完結。オッケー、1時間延長したよ。ちょっと今日遅うまで放送するかもしれない。完結。よし、こう。延長ありがとうございます。仲間連れて行かないの？延長つ、完結。仲間？完結。完結。仲間って誰よ？完結。完結ね。仲間っているの？延長ありがとうございます。仲間いる？仲間。仲間いましたっけ？FPSはなさそうやね。うん、FPS っていうか TPS だからね。演説ありがとうございます。仲間攻撃しそう。囚人仲間、狼に骨あげるとペットになるよ。好きなものを持っていけ。え、もちろん常識の範囲内だ。ありがとう。スジアム好きなもの。そうそう、箱版ですよ。演説ありがとうございます。まあスチーム版もね、常識の範囲内でね。これは盗んじゃダメなんですよ。これは大丈夫っぽいな。米印常識の範囲内。よしよし、これでいいか。で、川なめしの。キーボード操作まだなれん。で、川なめしの棚は動物の皮をなめして川にし、さらに皮を紐状にするのに使われる。あ、なるほど。思い出を持って帰ろう。これやってみようか。その横のローラーみたいなので武器の性能を上げられる。常識の範囲内。これを生成しますか。監督、43ということで2749番さんいらっしゃいます。これやっとこうか。熊の毛皮。これでいいのかな。盗むんじゃない、借りるだけだ永遠に。川紐。これマルチはないやつ。これでいいの。
ジャイアニズムオッズ。そうそう、丸じゃないよこれね。うん、監督は筋肉質なの。うん、結構筋トレしてる人です。うん、筋トレっていうか、うん、結構体には気をつけてますよ。コーチがやばいことになってる。マジで？なんで？コーチ何かあったの？トサ？いかんぜよ。何？何があったの？あ、大雨か。台風の通り道って言われてる場所ですもんね。和歌山と同じく。うん、何すりゃいいんだこれ。まあとりあえず寝るか。夜だし。ダビデ像みたいな感じ監督？いや、あんな感じじゃない。うどん用の水が。あそこまで鍛えたらすごく。迷子か。私寝たいんだ。本当にドラゴンを見たの？見たよ。あ、何も入ってんの。で、寝れる。もし寝よう。で、確か朝の8時がいいって言ったな。だから11時間寝れる。結構寝るな。で、次の目的決めて行動しよう。うん、まずは仲間を作ろう。好きなものを持っていけ。もちろん常識の範囲内でな。仲間を作りたいな。で、アイテム、装備で仲間を作るにはサブクエ必要。あ、そうなんだ。じゃあサブクエやっていけばいいね。じゃあ、はい、監督こんばんは。ということで2762番さん、いらっしゃいませ。ありがとうございます。今日からね、始めております。スカイリムの方でございますよ。こっちの方がおじいちゃん、防御力が高いのかな。ジジイだな。そうそう、おじいちゃんキャラにしたのよ。こんなじいさんだったんだ。仲間を連れるのはまだ早いね。そうそうそう、712725。こっちの方がいいのか。で、これも一応防御力になるんだ。みんなサンタみたい。で、サンタに見えちゃう。仲間作るとヌルゲー化するぞ。使わないのはそこの箱に入れてくのもあり。こんなじいさんに将来なりたいわ。そうなんだ。重装は重量重いよ。じいさんと仲間になってくれる人はいないよ。監督が何を選択するのか楽しみだ。おかえり監督。よしよし、パソコン壊れて大変だ。 ありがとうございます。プレゼント配らない。そうなんだ。みるみるさえらしゃいます。鳥だときついと思う。そうなんだ、いろいろあるんだね。皆さんそれぞれ意見がある。まあ、とりあえずじゃあお仕事ついでにこの前のね、あの家の何だったっけ、金の飾りかなんかパクられたらしいんで、それを取り返しに行きましょう。和骨族で優先にします。確かこいつだ。行くぞ。よし、みんな仕事だ。サブクエってやつをやっていきましょう。これこれ、リバウッドとカミラと俺が喜んで。いや、私が盗んだんじゃない。取り返して自分のところに、エルフかリュードかゴリラかどの仲間を選ぶのやら。まあ、確かに多少の。なるほど。窃盗があった。装飾品だ。純金のね。ドラゴンの爪の。ドラゴンの爪の形をした純金の装飾品。手伝いましょう。本当か。最新の積み荷に金貨が入っている予定だ。爪を取り戻してくれたらやろう。わかった。ここで盗賊を追うなら町の北東にあるブリークホール墓地へ向かう。ブリークホール墓地。そうだ、これで行かなくてもよくなったのだ。これはまだ先だね。行こう。本当にここにいる。あ、これはまだ先なのか。なんか言ってるけどな、あんな役が何とかと言ってる。え、もしかしてあいつ仲間になるんじゃね。その話の途中で出てきちゃった。まずいまずい。最近大雨多い。うん、大雨多いね。確かにね。お前仲間になってくるんじゃないの、もしかして。こっちよ。こっち？どこ？どこに連れてくるの？こっちよ。だからこっちどっち？あ、ついていくのかな？案内してくれるし。ブリークホール墓地へ行くには、うん、街を抜けて橋を渡らないといけない。街を抜けて橋を。ここからも見えるのよ。建物の上に山がある。建物の上に山がある。わらわら、あれマジか。あそこに潜んでる盗賊どもは行かれてるに違いないわ。ああいう古い墓地はトラップやトロールで溢れてるし、他にも何があるか分かったもんじゃないのよ。分かった。この女スカイリムだと美人扱い。いや、美人じゃない？
なぜルーカンの金の爪だけを盗んだのかしら、うん、ルーカンだって同じくらい価値のあるものは店にいくらでもあるのに。それが必要だったのか。なぜなんでしょうね。あの爪はルーカンが店を開いて1年後くらいに見つけてきたの、うんうん、どこで手に入れたかは詳しく話そうとしなかった。用心深いのね。もしかしたら盗品だったのかな、もともとが。でこいつどこ行ってんだ。あ、橋を、え、こいつそこまで連れてくるの。町の里につながる橋よ。北西方向に山を登るとブリークフォール墓地に着くわ。私は兄弟のところに戻った方が良さそうね。待たされると腹を立てるの。ほんと子供なんだから。あれ、あんま美人じゃないなこいつ。これは何をするゲームですか。オッケー、じゃあ行くぞみんな、冒険行くぞ。ね、まあその自由なんですよ。オープンワールドゲームなんで、何かをしてね、クリアっていうわけじゃないようなゲームなんで。行くぞ北西。北西ってどっちだ。こっちか。北、西、こっちだ。行くぞ。行くぞみんな、北西だ。何の音だ。パソコン版だと美人化するモッドがある。マーカー出てるらしいね。トイレマーク、ん、トイレマーク、これか。狼来た。行くぞ、気をつけろ、あたりを気にしながら。弓矢使い仲間になったような。行きますよ。スタートメニューでイベント目的地設定できるよ。みなきちさんじゃないよ。まったく、いる。ハンディガンの魔法使ってみよう。おじいちゃん腰がわらわら。了解。ああ。いいぞ。で、ナイス。千里眼の魔法を使ってみよう。で、鮮やか。わら。おお。鮮やかでしょ。うまいな。やるじゃん。パチパチ。フィニッシュムーブかっこいいな。なんか俺、鳥が俺。今のでいいの？千里眼使ったで。一人称、三人称で視点変えれるの？本当に初めて？で、帰れる帰れる。本当に初めて。ということで、2827番サイレしません。一人称とかは変えれるよ。右、左スティック押し込みだったっけな。じゃあ、右スティックだ。右スティック押し込みで変えれます。通販だと魔法使い、あ、まあ確かにね。両手持ちは魔法使いにくいけど、まあいいよ、これで。こっちの方が、私はうまくいってるような気がするんで。これで行きましょう。行くよ、みんな。気をつけて。もう一匹ぐらいいるんじゃない？狼なんて一匹で行動してる生き物じゃないでしょ。三人称はカメラ距離も変えれるよ。え、そうなんだ。この距離がちょうどいい気もするけどな。もっと近づいた方がいい？あ、いいね、いいね。冒険してるっぽいや、これ。あ、そっちじゃない。でも棺桶マーク出てるよ。棺桶マークだとこっちだけどな。リスナーも何人か魔法使えるでしょ？わら、なんかオブリビオン的なゲーム？うん、そうそう、オブリビオンの続編。逆です。オブリビオンはエルダーズスクローズ4。ありがとう、うん、いろんな放送見たけどみんな一人称だったからさ。そのマーカーホワイトランじゃね。あ、違うんだ。じゃあこっちか。これね、この青のやつね。オッケー、行こう。これは大変な旅になりそうだ。定年退職後の生き方、リスナーって聞くと闇の生きとを思い出す。わら、続編か。あれ、登れんぞ。登れん。リスナーって聞くと闇の一頭。なんだそれ。道がないな。あれ、わら、おぶりの続編、ついでに言うとおぶりの200年後。そうそうそう、そういう時代設定があるらしいですね。了解、じゃあこっち行くね。スタートメニューでイベント設定しないと。了解、イベント設定。あ、これか。金の爪。あ、この二つか。金の爪の方だな。じゃあ、まずこっちか。安定のジャンプなんでしょ？わらわら。そこで設定するとマーカーがつく。あ、で、マーカーは白の方行けばいいの？白かな？これでいいのかな？わかりづれえな。まあ、慣れたら楽なんだろうね。まあ、行こう。で、あんまり武器を出したままにしとくと。了解。つまりこれか。
マーカーは方向を表すだけだから道順ではないので注意。わかった。はい、わかりました。つまりそれに直接行くよりは回って行った方がいい場合もあるってことね。した方がいいかもね。いや多分こっちで合ってるよ。こっちって言ってたしね。高い山があるって言ってた。あれが高い山でしょ。行こう。気をつけろ。そろそろ危険な香りがするぞ。トロールでそうだな。道はだいたい繋がってるからね。トロール強いよ。マジか。トロールか。楽しみだな。ここまあ私はもうジジイなんですけど。あたし肌荒れ。おじいちゃん、スイートロール。2849番さんもいらっしゃいませ。ありがとうございます。教えていただいてね、助かります。そうだね、山があったら逃げよう。延長とか。いや発見された。延長大丈夫。延長した。どっかにいる。どっかにいるよ。何かに発見された。そういえばジブリって制作部門解体するみたいね。そうなんだ。それは残念。どっかにおるぞ。今発見されたって出たから。あ、おった意外と普通におった。よし行くぞ。武器、これだ。で延長に失敗しました。あれ本当だ、延長に失敗しましたって言ってる。失敗。いや延長成功してるよ。大丈夫だからね。ごめんね。延長は成功しております。もう60分間延長済みです。嘘です。すでに延長してあるでしょ。マーシュン以外オリジナル作らないもんな。そうそうそう。やってることは他のアニメ会社と大して変わらない。わら。これって FPS じゃなかったっけ。監督しゃぶって FPS と TBS 選べるんすよ。パンコちゃん仕事しなさい。パンド、この距離、この距離は無理だわ。切り替えれるんすね、 FPS と TBS。 一人がコミュニティを登録しました。あ、コメント参加ね、ありがとうございます。延長に失敗してるわけではありません。大丈夫です。ここいる？敵ちょっと見える？みんな見えない。当たらんな。見えない。来た。わら。来た。見え。いた。来た。見えた。あ、いた。猛毒したなじいさん。来た。わら。画像荒くて見えん。へえ。バレた。難しい、当てんの。命をもらう。来た。わら。撃退されます。やばい。危ねえ、危ねえ。ちょっと待って。危ねえ危ねえ危ねえ。ちょっと待てよ。俺はずっと簡単だからな。やべ、移動しろ。死ね。ザコメが。舐めるんじゃねえ。どっかにおる敵。倒した。いい感じ、いい感じ。倒したよ。わら、飛び去っとる。わら、矢が刺さってる。どこに？事実を。私？ HP はデータ？広島県民なのよ。 HP はの下の赤のやつじゃないか。うん、広島県民なめんなよって消えた。うん、恐ろしいけどね。消えた？時間が経てば消えんのかな。おし、行くぞみんな。消えたな。気をつけていこう。これが本当のヤヌス。あー、この延長が失敗しましたって言うの嫌だけど、まあしょうがない。行こう。もしかしたら放送途中で止まるかもしれません。言ってくださいね。すぐ延長しますから。延長というか、再接続しますからね。よし、行きましょう。気をつけていくよ、みんな。ドキドキが止まんないぞ。お、なんかお金が落ちとるね。これお金じゃない？あんこちゃんボイコットか？そうそう、あんこちゃんがちょっと病気なの。
や拾うべ、まあ、気にしないでください。腰に悪そうだな。いや拾いに行く。いやあったあ、あったね。これこれやこれやじゃないね。いやある。いやある。また失敗病か。いやあったあったあった。うん、そうそうそう、それ結構ね最近よくあるバグなんですよね。しかもこの時間帯は延長できる時間帯じゃないんで、うん、本来はね。ここ怪しいな。行ってみるか。まだできんのかな。あれここ狭いな。意外と狭いんだな、ここ。オッケーオッケー。あ、こっち行けるな。怪しいぞ。まだ敵いそうだな。気をつけよう。ドキドキ。何ですかこれ。話し声は聞こえないけどな。ん？これね、スカイリムっていうゲーム。オープンワールド RPG ゲームってやつかな。やばい、発見されちゃった。すぐ発見されちゃうな。隠密が板についてきたね。高所恐怖症の俺にはきつい。あそこ何個おるね。やるか。堂々と突っ込もう。突撃。いくぞ。隠密解除。なんか発見されとんねん。序盤は隠密低いからどうしても見つかるね。隠密じいさん。今のは何？知人に突撃はきつい。うわあ、やべやべやべ、ちょっと待って。何こいつ、怖え。何これ。2941万再生しません。怖えなこいつ。ちょっとかっこいいけど。オーケー。やばいやばいやばい。ちょっと視点視点変えて。あかん。俺が教えてやるぜ、このお前にな、このザクは。よし、ゲッツ。カブト、これあれじゃん、有名なやつじゃん。カットなかったっけ。パチパチ。あ、これいいやつじゃん、もらっとこう。イケてるな。いけてるね。わあ、これが多くか。それともまだまだ。いや、わからん。なんか知らんけど強い。なんか知らんけど強い。全然まだまだだけどね、多分。これ難易度なんですか。老人ホームはまだ大丈夫。わからん。そのままでやってるからノーマルかな。結構いい感じでいけてるよね。身ぐるみ剥がされてる。いいね。ついに私も本当のスカイリムやってる人みたいになってきたね。確かこれで、あれ、これどうやれば顔が見れるんだっけ。顔の見え方忘れちゃったな。オップの主人公装備みたいだね。なぜかスカイリムの表紙この兜なんだよね。武器はないと。そうそうそう。あ、そうか、武器をしまうんだ。でかっこいい。かっこいいね、これマジか。ジジイ似合ってるぞ。そんなこと言わないでよ。いいね。こういう老人がおったら嫌だな。ねえ、いい味出しとるね。小汚い言うな。ジジイかっけー。マジで？レベルはこっちのレベルに合わせて上がっていくから相手との強さは大きく開かないかな。かっけー、わら。あ、そうなんだ。こいつやべえ、に近づいてる。いいねー、かっこいいわ。この、やっぱこの鎧ってこの兜がね、監督はこのスカイリムの一番の定番のあの兜だと思ってるんで、結構嬉しいです今ね。やっとスカイリムの世界に入り込めたかなと思っております。盗賊か傭兵やな。荒くれ者。どんなイベントも最初からやれるの。そういうことですよ。どんなイベントでも最初からやれちゃうんですよ。それがスカイリムのすごいところ。飛び降りよう。オープンワールドゲームなんでね、飛び降りたら死んじゃうでしょ。さすがに以上必要なのハール。
ハーレー乗ってそうなじいちゃん。あ、そうなんだ。そうですね。まあ、なんていうんだ、ノースリーブのね、革ジャンみたいなの着てそうですよね。ある程度はできるみたいよ。あれ、これで私仕事終了。これはね、Xbox 版。うん。仕事はこれだけじゃなかった気がする。こっちか。上に行かないといけないのかな。でも金のなんとかってゲットしてなくね。それ奪いに来たんじゃないの、私。マーカー見て、道なりでいい。マーカー見てるよ。まだ目的地に着いてない。わら、今の道登っていこう。こっちかじゃ。そのフォークみたいなアイコンのところ。ノルドは寒さに強いから、監督もう寝ます。頑張ってくださいね。あ、わかりました。おやすみなさいませ。これか。監督の放送見て欲しくなっちゃうな。道逸れてるよ。いや、これ面白いよ、実際。山取っていけばいい。道逸れてる。鉄を見つけましたよ。さっきの道。よしよし。了解。鉄の鉱山、鉱石。なんかレアアイテム出ないかな。でも今はワーバンドには待ってます。今のは四天王のうちの一人に過ぎなかった。三人称なら買ってみようかな。プレステ3版って不具合あるんだっけ？初見。そうらしいよ。プレス3版よりは Xbox 版。なんか遊びたいんなら、なんだ。そうそうそう、いいね。レントさんいらっしゃいません。初見ということで3017番さんもいらっしゃいません。ちょっとね、今日初めてスカイリムの方やっております。私はこちらのね、スカイリムシリーズ、エルダースクローズシリーズですか、初めてやってますよ。うん、モッドは大量にあるみたいよ。だけど私はそのモッドっていうやつを入れると、まあその不具合も生じやすくなりやすいっていうし、まあちょっとね、今回はこちらの Xbox 版をやっておりますよ。そうそう、ロールプレイングなんでね、うん、やっぱ自分自身がキャラになりきってプレイするのが一番の楽しみなんじゃないかな。あ、あれっぽいな。あったよ、あったよ。なんかあそこっぽいよ。これ回っていった方がいいのかな。やばそうだな、ここ落ちたら死んじゃうぞ。あ、ということで賢者その4さんいらっしゃいませ。ありがとうございます。パソコン版の裏は凄まじかったわ。うん、そうね、まあパソコン版 Xbox ね。あ、本当に OKOK、 じゃあ行ってみよう。さっきの道沿いで、まあグラフィックも、まあ私はこれで全然十分ですけどね。今テレビで見てる感じだと、うん、皆さんの放送だとちょっと落ちちゃうかもしれないけどね。と思うね、私もね。どこを目指してるんですか？うん、ごめんごめん。ロッククライミングしよう。ね、今ね、なんかね、お店の人が盗賊に会って、大事なね、なんか商品を盗まれたらしいんで、それを取り返しに行ってる感じかな。だから多分相手も盗賊なんだと思いますよ。遠出て左上の方、こっちから行ける道が。迷って全く別のクエストやってしまうのも醍醐味。橋を渡ってそのまま真っ直ぐ。確かにね。橋を渡ってそのまま真っ直ぐ。おじさんの。そんなとこに道あったっけ？ちょっと行ってみようじゃん。橋を渡ってそのまま真っ直ぐ。よしもうんとアントブラで飽きたら買ってみよう。そうそうそう、マウント&ブレイド面白いけどね。マウント&ブレイド、あれ、下克上っていうモッドがあって、それもすごい面白いですよ。あれもおすすめでしたけど、私はね。これ、ま、こっちか。これ死んじゃうよ。ちょっと待って。マップ見た方がいいの？了解。ちょっと見てみよう。下。これね。いい機会だし千里眼って。関東道覧も面白いよね。いや、わら、うん、監督お帰り。今日いつまで？山登る道があるよ。今日はね、あと1時間延長しますよ。ということで3045番さんいらっしゃいませ。塔の前千里眼使ってみよう。ボタン押しっぱ。了解。じゃあ千里眼では使ってみるか。青いマーカーは自分でつけたやつだよ。わらわら。了解。あれ、千里眼。監督のせいでやりたいゲームが増えていく。わらわら。お、押しっぱにしたよ。ちょ、なにこれ、なに、なにが起きたのこれ。千里眼意味なくね、これ。今これ千里眼だよね。逆？地面に線出るよ。方向が地面に線が出る。線で見えてない。わら。ちょ、ん？どういうこと？こういうこと？
どこよ道、あ、出てた。これか。こっちか。了解。よし。こっちみたいよ。行ってみよう。それそれ。合ってる？これで。オッケー。そうなの？すごいな。ということで、3056番さんいらっしゃいませ。いい感じ？やべ、なんかおる、なんかおるぞ。あ、今、変な動きしたけど、大丈夫？今、スルルルルって。今、なんか、ツルツルテンテンって動いてたけど、大丈夫かな？リンゴとバナナ。丸ごとバナナか。丸ごとバナナか。東京行ってんの。このシリーズの2作目はマップの端まであるとに習慣かかった海で狙ってこう。そうなんだ、大変だな。今滑ってたね。プレステ3半不具合ないなら買ってみようかな。面白そう。スライドしたな。うん、パッチが入って良くなってるらしいよ。そんなにマップ広いんだ、わらわら。そんなにマップ広いらしいよ。なんだ、敵かと思ったらあれだった、布切れだった。これは大変そうだぜ。危険な香りがするぞ。千里眼は目的地にある蹴る道を教えてくれる。買って損はないと思う。いいね。まあこれ夏休みにやったらもう最高でしょ。おおおお、あー、びっくりした。発見。あ、ここが墓地か。見えてきた。これは危険な香りがするぞ。ちょっと回り込みながら行こう。正面突破はかっこ悪いんだよ。マルチもあったら買おうと思うんだが。マルチはないね。マルチがあるのをやりたいなら、ダッソとか、そういうゲームがいいかな。この前、2も出たばっかだしね。確かにね、涼しそうで、夏にいいかもね、ちょうどね。いいよ、これ。このゲームはいいよ。そうそうそう、最近出たゲームだったエルダースクロールオンラインって言ってオンラインゲームがあります。そうそうそう、それはマルチでできますよ。でもまあ私はあんまりエルダースクロールオンラインはやりたくないかな。どうなんだろう。なんかいそうだね。あ、敵がいる。ぶっかえよう。違うだろうお前。違う違う。あー、そうなんだ。オブリビオンがいいのか。まあオブリビオンも面白そうだったけどね。私はこっちの方がちょっと向いてるかなと思ってこっちやってます。あ、そうなんだ。あ、こっちにいる。死ね。不意打ち。まだバレてないぞ。あかん、逃げられた。ストップ。あ、これで一瞬だけちょっと止まるのがいいな。これがなかったらちょっと監督ビビっちゃうよ。やばい、避けられた。やばい、これあかん。これあかんやつや。ちょっと待てよ、こっちからまずやる。やばいやばいやばい、やばいかもしれん。あかん、死ぬかもしれん。死ぬかもしれん。おお、パパ、おお、やっちゃった。あかん。チュー。しゃがみ解除。で、逃げる。やばい。ああ。死ぬ、死んじゃう。アイテムで回復しよう。死人。吸収時は薬使おう。ああ、死人だ。最初はそんなもん。死んでもうた。初めて死んだ。わらわら。まあいっか。3129番さんいらっしゃいました。じいさん死んじゃった。ナムさんですよ。了解。いやでもこっからなんだ。結構あれなんだね、優しいね。でも3時間やって初だよ。薬の方が一瞬で回復できる。頑張れ監督。薬の方がいいんだ。薬も用意しておいた方がいいんだ。リスボーンが結構直前だから、結構そこら辺は親切だね。ないみたいね。お金がなくなるとかかな。あ、ペナルティないんだ。最高じゃん、じゃあ。
スキル上げたいね。オートセーブ細かいな。うん、意外と細かくていいよ。監督は嬉しいね、そういうの。で、これは下手な自分にはいいね。二人いるのか。そうね、確かに。前のセーブポイントも二人いるみたいな。場合によっては辛いかもね。だからといって死にすぎないように。ああ、そうか。了解。場合によっちゃ辛いことにもなりかねんね。確かにね。そこら辺はまあしょうがないけど。やるぞ。監督はやるぞ。あ、そうか。そういうことか。敵はどこだ？あ、ロードしてるんですね。確かこの石の上に上がってってたような気がするんだけどな。どこにいる？左と右じゃないかな。ちょっと今探してる。初見です。いた。初見さんいらっしゃいませ。今日はちょっとね、スカイリムの方初めてプレイしております。敵のフォースを感じ取るのじゃ。巡回してる。倒したよ、倒した。いい感じじゃない？で、武器を2発当たったよ、2発。これをうつべにあげる。行こうか。YouTube 上げるよ。 YouTube 上げる予定。これは少しずつやっていこうと思います。行きましょう。あと一人どこにいるんだ。お願いします。ナイス。この主人公は大人はどんな設定にしたい？弓使いとかマシルベシ目指すとか。魔法剣士を目指したいんだけど、ちょっと今ね、両手武器しかないんで、ちょっとそういう風には なってないね、部分があるね。うん、和骨ということで、キャンタさんいらっしゃいませ。3170番さんもいらっしゃいませ。一応そういう感じでやってます。魔法剣士監督。さっきの動物の勢いはどこへ行ったんだ？マジックナイト。さっきの洞窟よりもちょっと敵が強いかもしれない。なるほど、これからだな。気をつけて。そうそう、これからこれから。まだ始めたばっかなんだよ。嫁探しの旅に出た。片手剣がいいかな？嫁探しじゃない。あとどこだ？そうそう、片手剣が本当はいいらしい。近づいたら酔っ払いの気取りみたいに見える。結婚とかもあるのか？やべ、見つかっちゃった。やべ、逃げてみろよ。結婚できるよ。両つべ。そうそう、結婚もあるらしいね。もう一人いるよ。あそこにもう一人いる。YouTube なんで調べれば出る？あのね、私の一応 YouTube のサイトについては、私の、この放送ページの下のところにね、URL 貼ってありますんで、そちらから行けることもできますし、あと私のお知らせのね、お知らせのところ、コミュニティのページのね、お知らせのところに。確かに使おう。魔法を使おう。じゃあこれ使ってみようか。暗い。マジか、足りない。ちょっと待って、足りない。ちょっと待って、足りんじゃねえかよ。ちょっと待ってくれ、ちょっと待って、足りない、足りんかったで。ちょっと待ってよ。無理だよ、わらわら。それは死体に使う、わらわら。あ、これは死体に使うのか。もうあと一人。死体に使うのか、知らんかった。突撃だ。あと一人、あと一人。それ遺体に撃つんだよ、あっちは弓。あ、そうなんだ。これ死体に撃つのか。撃ってみようか。撃ってみるだけ、撃ってみようか。剣の先っちょが見えてるよな。来てる来てる。いたわね。万歳。これが望みなの？あら、なに。パーフェクトができてる。女性だ。やっちゃった。麦が足りないよ。レベルアップ。じゃあ、オッケー。そういや、毒矢作ったって。ちょっと脱がしてみようか。毒矢作ってないね。あ、なんかいいのをゲットした。キルムズ頼み。脱がしてみようか。みんな覚悟できてるらしいからいいよね。興奮してきた。戦いがかっこいいね。興奮してきた。内臓ぶっ刺して。ちょっと取ってみよう。脱がす楽しみ。こんなんなっちゃった。顔がすごいなこれ。これなんだろう、こいつ。なんでこんな顔なんだこいつ。わらわら、わらわら。あ、
ありがとうございます。チャンネル登録ありがとうございます。おいはぎ、ちょ顔がすごいな。おっさんみたいな顔してた。そういう種族ですね。これはいいやつなのかな。アバターかと思った。あ、そう種族なんだ。アバターみたいな顔しとったね。ちょっと怖かったわ。で、確か了解、わかった。で、確かこっち、あそこか。さっきここで倒したんだよね。多分ここら辺に死体が転がってるはず。あれ死体、あ、すごい、こっから落ちてる。あいつここでちょうど撃ったんで、あそこに落ちてますね、人が。拾いに行こう。ん、そうね、川系は川で強化ができる。あ、そうなんだ。いや、いいじゃん、この世界観がね。感動がすごい気に入ってます今のところね。評価の方はね、あ、やばないやばない。ちょっとこれ、この折り方でいいんか。まあいいや、よしよしとしよう。で、わらわら、世界観がすごくいい。銀の組み方、ストン、うん、よしよし、これでいいだ。わらわら、で、違う違う違う。で、武器で、わらわら、感動確認したことがあるんだよ。武器でロング棒と、これどっちがいいんだ。ダメージ6、こっちの方がいいんだ。じゃあこっちをお気に入りに登録して。ワイルドテイ、あれ、あ、捨てちゃったよ、捨てちゃった。違う違う、あかんあかんあかん、ちょっと待てよ。ちょ、捨てた捨てた。どこ、どれどれ、拾おう、取る。で、まだ慣れてないからね、ごめんね、ちょっとね、操作で。このこっちの方をお気に入りに入れる。で、こっちを外す。よし、これでいい。オッケー、これでいいぞ。行こう行こう。初見プレイなんだね、本当にね。でもまあ楽しいね、やっぱね。そのウォッチドックスもね、オープンワールドのゲームで、まあ全然世界観が違うから全く違うゲームに感じるけどね。うん、いやいや、別に笑わせようとしてるんじゃないんだけどね、真面目にやってますけど。行きましょう。まだ敵はいるのかな。うん、少しずつ慣れてきたね。ここは多分ね、結構危険な場所だと思うんだよ。周りに気をつけながら。ぼちぼち行こう。真面目にやってますよ。よし。敵は隠れてないかな。さあ、ダンジョン。いいね、サイドステップがいいね。行きましょう。ダンジョンか、ここは。あと37分でクリアできるかな。怖いわ、怖いわ。レベルアップを。怖いね。あ、そうか、レベルアップしとこうか、じゃあ。うくうく。うん。中央突破。いや、面白そうですね。いや、面白いよこれ。で、レベルアップで、成長はまずは体力だな。体力 OK で、ここは勝手に上がっていくんでしょ、弓とかは。あ、できるんだこれ。あれ、何これ？ん？これは何？スキル選択制、スキルがつく？違うよ。あ、これは選んでいいの？じゃあ 10% の確率でクリティカルヒットし追加ダメージを与える。どうやって強くするの？解説よろしく。1レベルにつき1つ取れる。足らない。ポイントに、あ、いいじゃん。下から順に。足らない。スキルにつつけれるね。下の方から、下から順番に。これか。32。どれなの？スキルレベルとスキル能力は別。これ選んでいいの？スキルポイント。これ選べるの？いいよ。魔法剣士目指すなら破壊とか剣のスキルが良いよ。いいんでね。5分の例だね。あ、そうか。取ってるのだけ取れる。オッケー。好きなのを取るといいよ。まあ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 、あ、自分好みにキャラを強くできるのかな。弓術16が自分の全体のスキル値。もう一回いけるか。もう一回いける。あ、じゃあこれ、あ、取れるの。とりあえず全部見てみたらいい、うん、弓スキル上げたいなら弓たくさん使うと上がる。魔法アーチャー、魔法は、魔法も言っときたいな。これはこれか。違うな。編成。監督はどちらかというと、この、召喚がいいな。あとは隠密とか？これ召喚したいんだよね。スキルつけてなかったからね。
多く言ったこれでいいのかな。で、感じ。オッケー。いいね。いいぞ。素人か。いや、監督は召喚師になりたいね。自分の手は汚したくないのか。いいね。あれ、これ取れないね。召喚戦士クレイもこれ取れないの。召喚胸圧ですな。うん、召喚にしたいんだ、ね。方向性決めといた方がいいよ。嫁召喚、高見の生物監督。召喚にもいろいろ派生がある。ネクロマンサーになりそうな気がする。召喚系の魔法持ってたっけ？持ってる持ってる。あの、さっき持ってたよ。召喚系。能力がまだ低い。これじゃない？これが召喚じゃない？容器作成。使い魔召喚。これが召喚じゃない？あ、まあでもいいよ。まあ、ぬるゲーでも何でも楽しめたらいいんだ。多いね。自由度が高い。本当に。気をつけていこう。またレベルアップで。なるほどね。後から一気にってのもある。使い魔打ってみて。うん、その2つ。使い魔だそう。ポイントは1レベルごとに1ポイントだから、節約してね。了解。なんか死んでるな。なんでだ？こいつらなんで死んでんだ？え？マジか。ネズミ肉。ちょ待てよ。なんで死んでんだ、こいつら。私がやったわけじゃないぞ。なんかあったのか。使い魔呼んでみる。やったやつがいるな。声が聞こえるぞ。すごい自由度ですね。エンディングみたいなのはあるの？声が聞こえる。わからん。エンディングとかあるのか知らん。やってみるか。使い魔。使い魔って今呼んでもいいの？これ使っていいの？でも入り口は生きてたし。使っていい？いいよ。いいよ。やってみよう。いいよ。ぶっ放すぞ。大丈夫。混乱させる月光もいい感じよ。ワンワンを。死ね。地面に打つね。あれ？何これ？あ、地面に打つの？ここらへん？わら、みんな周りより先にアドバイスしたいんだな。ちょっとこれ、どうやって使うの？これ、真下？うおぉ！マジかよ！ちょっと、ちょっと、なんか円なんか出てたよ。いいね、いいね。いいぞ、いいぞ、いいぞ。で、おちょっと待って、すげえ、すげえ。すげえぞ、あれ。ちょっと待って、私も頑張らないと。ちょっと待ってよ。あいつばっか頑張らして、ちょっと待って。すげえな。来た。ダメダメ。勝利か。処分があるでこと。よし、一人やった。あともう一人。ちょっと待てよ。やばいな、弓兵か。気をつけろ。後ろ取るぞ。死ね。オッケー、倒したぞ。いい感じ、いい感じ。怪力わらわら。よしよしよし。ジジイすごいな。マジでこのジジイ最強じゃねえか。ちょっと待って。雰囲気がすごくいいな。欲しいな。わらわら。いいね。使い魔召喚の中でマジで最弱だから、おとりとして使ってね。あ、そうなんだ。分かった、おとりとして使うんだ。でも今確かに私気づかれてなかったもんね。便利な技をゲットしたぜ。よし行こう。今のところ、あれ、またこれか。女を躊躇なく倒すジジイの鏡。残虐ですね。こまめに使うとレベルも上がるで。了解。じゃあちょっと敵を見つけたらあれを使っていくってのもありかもね。これ宝箱じゃない？いいぞ。え、マジか、こういう系か。よし、じゃあまず9時の方向から行こう。あかん。あ、すぐ折れんな、これ。そうかもしれんね。ごめんね、ちょっとね、今日あの調子が悪くて。あ、ダメだ。延長失敗出てるけどね、成功はしてるから。よし。
51ゴールド。明日相手を勇気召喚して連れていくといいかも。通販のハンマーマゴン。それって召喚したら連れていけるの？あ、連れていけるの？マジか。やってみようか、じゃあ。試してみよう。51円か。ちょっとマジで。本気でいける？あれ？これ女だな。まあいいや、連れていくか。で、時間がたやってみようじゃ。脱がせてかある女性で、ダッチワイフ。行くぞ。召喚、あれ違うの。なるけどね、そうなの。まあやってみるだけやってみよう。じゃあ。まだ枯れてなジジイ、わらわら。マジか、足りる？足りる足りる。誰お前マジか。これ使えるの？もう一人呼んどくか。あ、これ一人しか呼べないんだ。あ、なんか ゲロみたいになったよ。大丈夫これ？ゲロみたいになったよ。ゲロみたいになった。ちょ待て、まずいな。まあいいや、オッケー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 、了解了解。ちょっといや面白いねこれね、すごいゲームだわ。よしよし、行くぞ。ハエになったんだね。ゲロいなし、わらわら。わらわら。成仏なむ。お前大丈夫か、ちょっと。ちょっとあんまりいい声は出さないけどね。まあよしとしよう。怖いよ。ストーカーがなんか叫んでるぞ。わら。ゲロ温泉。わらわら。いい感じ、いい感じだよ。これあの女性。ゾンビ、わらわら。いや、あれ、女の人は今、ゲロになった。これ誰かいそうだな。これなんだ。深酔い介護してんの？埋葬図。どう見てもダークサイド、わらわら。マコティ、死者をもてあそぶジジイの鏡。マコティということで。これ主人公女子にできんの？マコトさんじゃないですよ。ファッションに違いあるの？そうそう、違いあるみたいよ。その服はいろいろ選べるらしい。なんか音がするな。こんなうるさいの連れてたら潜入無理だな。そうっすね。あれ、ゲロになった俺。ちょっと待って、知らない間にゲロになった。わらわら、わらわら。使い物にならんな、まだ60秒。まだ使い物にならん。わらわら、わらわら。短いね。もうちょっと一緒に冒険したかったな。ゲロって言うな、わらわら。まあよしとしよう、行こう。ゲロ言うなし、わらわら。はい、わかりました。気をつけます。静かになったと思ったらゲロったか。街にいるときは軽装に使えるロールプレイも楽しい。勝手にグアになった。ん？また一人になった。確かにね。いや、ここな、深いぞ。これ使い魔使っていこう。ここはね、ちょっと敵を見つけたら使い魔を使おう。うわ、なんか上から降ってきてる。これなんか起きそうだな。大丈夫かな。あ、使い魔も60秒なんだ。これは危険な香りがするぞ。敵がいるかもしれん。リスナーに頼り、気をつけて。図解感に頼る監督。まあいろいろ頼った方がいいですよ。冒険はね、一人でするもんじゃないですから。でかいのが動いて振動が上から来るぞ、気をつけろ。わかった。リネンラップってなんだ。まあいいでしょ、初めてのものは全部取っとく。いろいろ拾いまくる予感、わらわら。敵を追いときは月光で怒らせて仲間割れさせるのもいいよ。サランラップ。そうね、それも楽しみだね。やってみよう。サランラップのことか。敵いる。何の音だよ。面白そう、わらわら。ミイラ製造用の布。ねえ、行くぞ、気をつけろ。リネンラップって何のためにあるのか、未だにわからない。私もわからん。始めたばかりの私にはもちろんわからん。なんだここ。できんのか。一人がコミュニティを登録しました。コメント参加ありがとうございます。楽しいゲームですね、これね、本当ね。よろしくお願いします。これからもね、結構長めに、あ、敵の声がする。これテレビゲームであったら面白そう。
テレビゲームだよこれ、うん、ちょっと待てよ、いるぞダンカが。使い魔使うぞ、早めに使い魔を使う。疑念ラップ負けたらおもろいんだけどな、テレビゲームなんだが、なんだって行け、お主の力を見せる時が来たのだ。こっちに来るんじゃ、買わない方がいいよ、ハマると抜け出せないし。で、おお、こえ、わらわら、ワンワンを行くのだ。柴田、敵いないと向かわない。あれ、いねえな。対一人で戦うとかもあるんですか。包囲の注意、動かざるごと山のごとし。あれあれ、これなんだこれ、何これ、パズル系かなこれ。お墓だ、謎解き。これパズルっぽいな。敵いないからニートじゃん。あれ、山賊の無法者、これクイズ系だな。ヘビ、考えよう監督。これなんだ、これワシかな。ワシ、なぜここに死体があるのか。いるか。ワンコロが可愛い。え、びっくりした。ちょっと待って考えよう。これは何、ワシ、ワシいるか。ワシ、監督アホだから死んだのかな。ワンワンを可愛い。あし、間違えたんだねこれ。じゃあの消えた、わらわら。でいるか。でこれがヘビかなんか。ヘビが落下してきたのか。ゲロとなってことは、わかったわかった。これわかったよ監督。多分これね、わかっちゃった監督。多分予想はイルカだ。間違いない。俺に任せろ。イルカしかいない。ここは簡単だ。イルカだ。イルカイルカ。これこれこれ。これこれ回せばいい。わしになった。ちょっと待って、回転した。ちょっと待てよ、回転したぞ。わらわら、分かった分かった。で、そういうことか。じゃあヘビ、わらわら、これヘビ、多分ヘビ、おそらくヘビ。で、でいるか、間違いない。これこれこれでいいんだ。悪だろ、これで悪だろ。ちげえや、これスイッチの方だ、スイッチ。監督。スイッチ。ほれ。パチパチパチ。ものパチパチパチ。監督。なんだここ。チパチパチ。おお。パチパチ。これなんだ。パチ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 。何これ、魂の石。なんだこれ。監督。パチパチパチ。ありがとうございます。うまくいきました。ソウルジェム、ソウルジェムっていうのあるね、奥にね、ゴールド。よしよし、いい感じいい感じ。窓かまぎかということで、これ閉めとこうか。よし行こう。地下に行くんだね。本、本ある、本あった。魂石は月の本あったか。あ、ほんとだ、本あるわ。スリが16に上昇した。オッケー。サンキュー。魂は、不自由に使うか。あ、わかりました。なんかの素材みたいなもんなんだね。了解了解。よし、行くぞ。階段があるぞ。あっ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 。釣りってものすごい、スリッチ目指すとか面白そう。わらわら、ネズミ、わらわら、空振りしすぎ、わら、エイム、わら、ネズミ、下は夢の国か、スキーブアー、わらわら、カエンザ。で頼みます、先生お願いします。やばい、運動不全症とかで病気になった。あかんあかん、病気病気病気って何これ。病気って何よ。病気になっちゃった。カエンザヤコン、つえ、ちょっと病気になった。病気きた。運動不全症になっちゃった。ガンプレイの監督、業界で治るから持ちつけ。
ベスト的なステータス見てみよう。ステータス、これか。ステータスってスキル違うな。どうするんだ。スキル、あ、体力がこれ以上回復しなくなっちゃった。魔法、了解。エンディング、違うな。魔法の項目の下の方で見えるよ。病気は聖堂でナムナムするか薬で治せる。わらわら、命には支障がないの。会場とスリの難易度、が 25% 上昇する。まあ別にそんな大した病気じゃない。魔法、有効な効果。それそれ。了解了解。見ましたよ。わ、結構下まであるな。やい気持ち。約束ってのは、帰ってくるよってこと。1週間後にここに道がある。行ってみよう。勃起不全、監督火炎使ってみて。勃起不全じゃない、火炎。了解、後で使ってみよう。じゃあやばいな、なんかドキドキするな。ちょっと延長しよう。30分延長しました。広告の方ありがとうございました。そちらのポイントのね、でもらったチケットを使って延長させてもらいました。それはね、秘密にしてます。こっちもドキドキする。いや、ドキドキするね、本当に。何これ、エクスプローションの巻物。これはレアアイテムかな。ありがとうございます、延長の方ね。巻物、これ読んだらいいかな。これはあれか、読めないのか。これは魔法か。そうそう、旅行帰りなのよ。ケントカヤに使える。ダンジョン探索楽しいよな。らしいね。わらわら、今度使ってみよう。完結。こっちに来るのか。敵隠れてる。イダテンのアーベル。お前なのか。それともビョルン。ストリング。誰だ。リフレッシュできた。疲れが取れたのならいいよね。できたよ。疲労旅で赤と見る強欲監督。ボスとかいるのかな。あー、こいつか。いるのかな。完結って初めて使う。探してる。誰なんだ。演説ありがとうございます。巻物矢印一回限りの魔法。そうみたいね。これは何かいるな。外にいた人じゃない。雲か。上から。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。マジか。そいつを近づけさせないでくれ、頼む。やばいって。殺せ、殺せ。やばいよ、やばいよ。魔法、魔法効いてんのこれ。やばいやばいやばいやつや、やばいやつや。ちょっと逃げるで、逃げるで。殺せれない、殺せるとかじゃ、そういう段階じゃない。ちょっと待って。まずい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 ぞ、まずいぞ。武器、ちょっと待って。あかんあかん、ちょっと待てよ。まず治療。で、アイテム。なんだ、食べ物。これか。行くぞ。殺せ、殺せ。お待たせしました。俺が強いってことを証明してみせる。そいつを近づけるな。押した押した。追い払ってくれ。いけた。ここから助けてくれ。ここから助けて。どこいんのお前。どれ、これか。ありがとうございます。倒しましたよ。結構余裕でした。どこ出てこいよ。どこどこどこ、あれどこだろう。左、人影、上のアイコン見よう。笑、あれか、これか。メンゴメンゴ、お、助かったかな。コミドさんかね、ありがとうございます。こん中か。あれどこだ。あ、卵がある。卵、オッケー。あれ、ここから助けてくれ。あ、これか。
これか。こっちだ。お前これか。やったな、殺したんだな。誰かがやってくる前に下に下ろしてくれ。あれお前、俺のヘルメットしてない？これ、これだ。なあ、あの爪か、どんなものか知っているぞ。あの爪、あの印、物語の間にある扉、この3つがどう組み合わせるのかを今日初めてやっております。下に下ろしてくれ。3677番様です。まずは金の動けるように見えるのか。まずは下ろしてくれないと。お前逃げるだろ。逃げる気じゃないか。しょうがないな、助けるか。緩くなってきたぞ。感触でわかる。ちなみに XBOX 版よ。怪しい。バカなやつめ、なんで宝を分け合わなきゃならない。やばい、逃げた。逃げた。まずいまずい、逃げた。まずいまずい、逃げられちゃった。逃げたよ、わらわら。やばい。やっぱりよ、スタコラッサッサ。やっぱり、まあイダテンって名前がついてるからね。イダテンですわ。スタコラサッサ、スタコラサッサ。だから仕留めろと、わらわら。いたな。倒したで。おし、出せ。おい、出すんだ。勝った。よしよし。わらわら。全部私の思い通りになりましたよ。よし。わらわら。パチ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 。よしみぐるみはごう。裏切りは許さない監督。そうね。わなわな。許さんよ。わら。え？今罠で倒したのあれ。日記読んでみよう。あ、そういうことか。あ、これが発動したんだ。さっきの螺旋階段。日記読んでみよう。あった。下がまだあった。確かに。よしそれで倒したのね。これやらなくてもオリハルコン。あの罠でよく生きてたな。危なかったね。やべ、所持品が重すぎるくなっちゃった。女性の身ぐるみ。ちょっと待って。とりあえずいろいろ待って。オリハルコンって結構レアなんじゃない？オリハルコンのインゴットとかにもゲットしちゃった。で、価値のないものから捨てよう。了解。まず捨てよう。でもない。で、あ、そうなんだ。そんなにレアじゃないんだ。これはいらん。捨てる。X。グレートソード。オリハルコンの影棒とか、裏切り者には制裁を。ズイアンゼット用の武器持ってたよね。これいらんな。対アンデッド用の武器。ロングボウもいらん。オッケー。で、あともう少しいるな。ここら辺がいらんくなってきたのかな。で、防具が多いね。これはまだ、そう、確かに。鉄系が結構あるから。物が多いね。もうここら辺が17、11。ここら辺がもう、でも強いな。整理こっちの方が強いぞ、防御が。まあいっか。どれ捨てようか。結構必要なものも多そうな気がするから。死体に入れるのがいいよ。床に捨てるとセーブデータが肥大化するはず。あ、そうなのか。めんどくさいんだな、それ。数とかじゃなく重量。まあ、いっか。あ、やっべ、やっべ、くっそ、またやられた。わらわら。まだガン決まりだよ。わらわら。ガン決まりされちゃったよ。わな、じじい、わらわら。は？わらわら。あ、重量が問題になるんですね。めんご。そう、重量問題になっちゃうのよ。おじいちゃん、バカだから。魔法しよう。ちょ、待てよ。靴ある。じいさんは加工気にしない。おいしかったね、監督。いや、あれはいいの。捨てて。魔法。じいさん。治癒、これか。視力が悪いからな。いいぞ。オッケー。いい感じ。よし。
で、グレートソード。でも本当にあれがよく起きるね。なんていうの、キルポーズっていうの、ああいうの突然あの決まった感じになるやつ、あれ便利だね。ジージはおっちょこちょいやね。これを消して、シックス。ジャンプで避けるよ。でも金の爪回収したし、よしとしよう。で、その金の爪が、やばい、やばいやつ、これやばいやつ、ちょっと待って、超怖い、ちょっと待てよ。違う違う違う、やばい、やばい、逃げろ、あかんぞ、逃げて、おうや。うわ、避けた、避けた、ちょっと待って、避けられた、ちょっと待って、あかん、やるしかねえ。踏め、よしよし、いいぞ。お前らここで自動的に死んでいけ。後ろが来とる、まさか来とる、あかん、あかん、危ない危ない、ちょっと待ってよ、来るぞ来るぞ、これ使っていこう。単独の作戦では引っかかれ、おし、死んだ。これ便利やな。オッケーオッケーオッケー、おしおし、やはりね、頭がいいやつが勝つようになってるんですよ、これ。これは楽しい、わら、おお、んそんだ、わらわら、このもんなん、つえー、使える、わら本願、これ使えるよ。他力本願かどうかはちょっと分からんけど、それが監督のやり方か、わらわら、卑怯者は、そうそう、これが監督のやり方よ。監督、卑怯者って言うんじゃない、魔法戦士だ、軍師監督だよ、これは岩名だあれ、また違う矢があるな、ハメ技、わらわら。でもこれ取ったら重くなりそうだな。今日は遅くまでやってるんですね、グトングより、今日遅くまでやってますよ、あと30分ぐらい やろうかなと思って。魔法戦士からそれてきたな。お、スカイリムやってたんですかわら、そうそう、スカイリムやってますよ。ということで、3096万さんいらっしゃいません、3800万さんいらっしゃいません。矢は重くならない、矢は重要ないよ。じゃあ、よし、おやすみします、またね。ん、おやすみなさいませ。あ、もう今日はね遅いんで、寝る方はね多いと思うんで、寝る方おやすみなさいませ。ありがとうございます。寝る方はおやすみなさいませ。危ない、やべえ、また、あぶねえ、ギリギリギリ、今の見た、今の見た超ギリギリ、危なかった、危なかった、コメント完全に本当にギリギリだな、今の、わらわら、そうそう、コメント3000も来てくださいましたよ。チキンレース、これはいらんな。スカイリムはこれからやるんですか。そうそう、やる予定、やる予定、うん、結構今のところハマってますよ、監督ね。よしよし、いい感じ、いい感じ。